オーボです。オーボランチャンネルへようこそ。ちょっとオーボですが気合い入ってしまいましたが、今日はですね、自分の好きなものご紹介シリーズ、これで多分ネタが尽きると思います。いつも僕が着ているミズノのシャツ、ドライエアフローシャツというふうに言いますけれども、これを購入したのは去年ですね。ちょうど1年ぐらい使ってますけれども、このね、僕は赤と、蛍光の黄色買いました。よくビデオでもね、着用しているものなんですけれども、こんな感じで前と後ろにね、ミズノのマークがガチンとね、ミズノと入っていて、これは反射します。背中とあとはこの腕に、両方ですね、左右に反射ステッカーが貼ってあるので、暗いランでも安心です。これ本当に良くて、すぐに汗が乾きます。僕結構汗かきで、今もねハワイだいたい30度ぐらい気温上がってめちゃくちゃ暑いですけれども、まあ汗をかいて濡れるんですが、ちょっと時間が経つとこうやって休憩してこう風に当たったりするとね、すぐにカラッと乾いてしまう、なんか魔法みたいなシャツで、お値段は今4290円ということでネットで販売されていますけれども、ちょっとね高めではあるんですけれども、他のシャツに比べてもちろん着心地はいいんですけれども、それに加えてオイニー問題、結構ね安いっていうか、ただでもらえるあの大会参加 T シャツとか、あとはちょっと安めのオールドネイビーとかね、そういうところで買ったシャツっていうのは、まあ、最初はいいんですけれども、結構早い段階からオイニー問題が発生するんですよね。ちょっと匂いが出てきて、ちょっと不愉快になってくる、自分が嫌になるというねことですけれども、これ今1年ぐらいガシガシ着ていて、もう、まあ、3回に1回ぐらいのランはこれ着てるんじゃないかと。で、あとこのナイキのこの靴とね、色を合わせながら37ね、ペガサス赤着ながら37の赤を履くということで、まあ、カラーコーデもしながら楽しんでます。ということで、このねオイニー問題、これもうアメリカですので結構乾燥機に毎日毎回ガシ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 かけてるんですけども、あのフルの熱でね、でも全然傷むこともなく、ほつれることも今のところはなくてね、1年間ほぼガシガシ着ても全く問題ありません。これサイズはこれなんだ、これサイズメイドインタイランド、これサイズは L です。これね、 L サイズ、これは僕は身長178センチ、体重70キロ、体重は関係ないかもしれないですけども、そんな体型で割とピチッとした感じですね。こういう風に着るのが好きなので、ピチッとね、そんな感じで、このミズノドライエアフロー T シャツ L サイズ赤、もし興味があったらチェックしてみてください。それじゃあ今日は短くこの辺で。